今日ぜひ寒いんですけども、ぜひウォームアップとして使っていただければと思いまして。安定感があって、負荷もかかってて結構いい感じで乗れました。より実装感があっていいと思います。飽きないで。家で固定ローラーを使ってるんですけど、それと全然違って、なんていうかな、こう前のこう触れることによって上半身を使ってペダリングができるっていうのはすごい良かったです。前も固定しちゃうと、こういう風に体を使えないんですね。ってなるとお尻から下だけで漕いでるんで、なんかやっぱりその実装とはどうしても違うんですよ。パワーが出せてもそれが実装になると全然生きてこなくて、で去年の冬とかはパワーが出たのに実装は遅いみたいな、それでちょっとローラーが意味あるのかなと思った時があったんですけど、それが多分これだったら実装とのギャップが少ないのがなんか、不満が解消できるかなっていう感じですね。やっぱり大きな点としては2つあって、音が静かだっていうところと、あともがきやすいっていうところで、もがいた時の動きも普通の固定ローラーですと多分フレームが傷んじゃうのかなと思うんですけど、こちらのローラーだとフレームの振動も吸収してくれるので、フレームが傷まないかなと思いました。